もう仕事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 ばっかりでストレスたまる。抜け毛しちゃいそうよ。はあ、でも頑張らないと。美食殿のみんなと一緒に行く魅惑の南国ツアーとやらは3泊4日って話だもんね。でも私クソ忙しい公務員だし、そんな日数いきなり休ませてもらえないもん。前倒しで4日分、最低でも2日分ぐらいは仕事をやっつけときたいわ。せめて2日分先に片付けておけば、初日は職場から直行で海に行って現地で合流、最終日は海から直帰で職場に向かって仕事をこなせばなんとかなる。私の仕事は他の誰かに代わってもらえるものじゃないし、4日分も穴を開けられないもん。陛下に怒られちゃう。最悪死ぬほどお仕置きされるわ。想像しただけで寒気がする。でも他のみんなが海でワイワイ楽しんでくるのに私だけ参加できないなんてのは我慢できないし、気の合う仲間と海水浴とかめちゃくちゃ楽しそうだし、そういうのちょっと憧れてたりするし、絶対絶対参加するわよ。そのためにも1に仕事、2に仕事、3子も仕事で5も仕事よ。頑張ろう。びっくりした。急に声をかけないでくれる。殺すぞ。で、あれ、こんばんは。あんた何してるの、こんなところで。バイト先からの帰り道なの。こっちを通ると近道になるって。この辺警備が厳重だから、うろうろしてるとしょっぴかれるわよ。まあいいけどさ、どこを歩こうがあんたの自由だもんね。お、珍しく気を使うじゃない。そうよ、元気がないの。疲れてるのよ。あんたの相手をするのも億劫なぐらいだわ。まあいいわ、あんたのことなんかどうでも。私は忙しいのよ。これから王宮内にある職場に戻って残業するつもりだし、そのために晩ご飯がてら繁華街まで夜食を買いに行ったりしてたの。今はその帰り、しばらくは自宅にも戻らず仕事漬けよ。時期ってっていうか、なんか近頃ランドセル周辺でおかしな出来事が頻発するようになってるのよ。新種の魔物が出現したり、説明がつかない異変が発生したり、近所にあるマルジェン海岸でも漁獲量が激減したり、海の魔物が暴れたりしてるみたい。私たちが行くのは南国の海ってことだから、まあ関係ないだろうけど、対応せずに放置するわけにもいかないでしょ。いろんな役所に連絡したり、対応策を練ったり、その度に大量の書類が出て確認するだけで一仕事なのよ。私は秘書みたいな職についてるから、そういう書類仕事ばっかりやってるんだけどね。単純に量がものすごくって、書類の山で生き埋めになりそうよ。まあなんとか魅惑の南国ツアーの当日までには大体片付けるつもりだけど。バーカ、王宮の書類には機密事項ばっかり記載されてるのよ。あんたみたいな無関係な一般人に触らせるわけないでしょ。でもまあそんな風に言ってくれるだけで嬉しい。あんたってほんとバカみたいにいいやつよね。私は大丈夫だから。あんたはさっさと帰りなさいよ。お家でコロスケとかが待ってるんでしょ。あんないい子を寂しがらせたら天罰が当たるわよ。じゃね、話せてよかった。ちょうどいい息抜きになったわ。バイバイ。きっと次に会うのは南の海ね。